ブルミクチャレンジ。はい、対決するのはピーキーピーキーからは萌香ちゃん、うん、ボトムメイデンは私佐藤がいきます。私ちょっとあの勝ったっていうあの経歴があるんで、あの本当任せてほしいって気持ちでいっぱいです。まあ、あの強いからね。成功。強いから、私強いから、あの手加減とかしないからごめんね。あ、本当、うん、強いんだわ。ちょっと頑張らなきゃ。それでは萌木さんのグルミクチャレンジスタート。それでは始まり。緊張するな。よし。ね、萌香ちゃん最近家で何してんの？寝てる。え、もうちょっとさ、パンパンパンって感じで質問返してね。うん、そん好きな食べ物ってなんだっけ？好きな食べ物、うん、ラーメン。あみちゃんバトンタッチ。おとぎごとできるか？そうでもないです。ライブ中緊張します？結構緊張します。昨日のお昼ご飯何食べました？ラーメン。見てた。じゃあ、おとといのお昼ご飯何食べました？おとといなんて覚えてなくない？ちょっと混乱させる作戦なんで。あ、なるほど。考えていただいて。おととい、はい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 、おとといの記憶ないですね。ピキピキ内のルールとかあります？ルールは特にない。まあ、楽しめばいいんじゃないですかね。そうか。でもめっちゃお上手ですね。あ、ありがとうございます。なんかもう聞くこともないみたいな。そうなんだよね。そうなんだよね。仲良し。なんだろうな。ボディメイクでこだわりは何ですか、先生？まあそうですね、やっぱり筋肉とやっぱ会話すること。これはよく普段どうやって会話してるんですか？今ちょっと会話してみてください。あ、でもそれは人に聞かれるものじゃなくて結構、うん、あの一回実践してみてもらわないとちょっと分かんないんで。今日の気分はどうなんだい？筋肉の声はゲームするのかい、しないのかい、するって感じですよ、まあね。全然会話してなくない？自分と会話してるじゃん、もう一回。そんなことない。だからこれね、あんまり人の前でやるやつじゃないから。筋肉の中でやっぱ会話する、それがやっぱ一番大事だと思うんだよ。何言ってんだよね。あみちゃん笑ってんじゃん、もうめちゃくちゃ間違えた。超間違えた。もうあっという間に成功。結構うまいな。はい、こんな感じです。ということで946,242 スコア。うまい。コンボも A。 やば。おい、いーちゃんのグルミックチャレンジスタート。頑張れ私よっ。あ、これあれですね、私が今度やんなきゃいけないやつなんだ。もうないわ、全然ないわ。じゃあ言われた昨日のご飯なんだった？晩ご飯。無視。おめえそれはねえんじゃねえのかな。じゃあハミタさんの好きなとこを5箇所。顔、声、いい匂い、あの目。あと1個モイカちゃん。どういうこと？ちょっと言ってる意味がわからないんですけど。やばい、これマジでやばい、マジでやばい。じゃあフォトンメイデン、はい、好きなとこあります？あのメンバーが濃い。メンバー濃いですよね、やっぱ。濃い。メンバーは濃い。一番濃いの誰ですか、やっぱ。つむぎさんですね。あ、つむぎさんはね、なんて呼ばれてるんですか、だっけ、つむぎさんに。私、なんだってつむぎさんになんて呼ばれてますか？タロスケです。なんでそれタロスケになったんですか？ひなたろすけ、タロスケです。あの私が恐竜みたいで嫌だって言ったらタロスケになりました。恐竜みたいで嫌だ。なにこれ、ピンク。タロスケが恐竜みたいってこと？ひなたろすけが、うん、なんか恐竜みたいですね。ティラノサウルス的なってこと？うん。恐竜嫌いなの？うん、それ好きじゃん。めっちゃいいじゃん、ひなたろすけ。あれ、萌香ちゃんなんだっけ、何になりたかったんだっけ？動物園。ちょっとどういうこと？そういうことじゃない。動物園。何、動物園になりたい？あれ、考古学者じゃないの？あ、そうやな。考古学者になりたかった。高校生の時は。そう、高校。私の話はいいんです。あれ、もう終わりって言ってるよ。じゃあ好きなセリフは何ですか、自分のキャラクターの。もう終わり。え違うでしょ。あ、可愛いものに勝るものはありません。可愛いに勝るものはありません。
どこが一番無理だ。ごめんなさい、本当ごめんなさい。どこが一番可愛いですか？顔のキャラクター。顔。顔が天才。顔が天才。顔可愛い。肌が白い。歯が白い。肌。あ、ダメだ。ダメだ。お、成功。でも最後まで行きました。行ったからすごいよ。うん。A だ、コラボランク。A だよね。C です。さらっと嘘つくじゃん。ということで結果発表します。結果はですね、はい、小泉さんが946,242ポイント、うん、佐藤さんが100万ポイントとなったので、おいおい息を吐くように嘘つく。さっきから違う違う、885,204ポイントということで、ですね、指令では、うん、負けた人は関西弁で負けを認めてって書いてあるんですけど、はい、では負けを認めてください。でもほら、波に乗っちゃうとさ、エセ関西弁って言われちゃうじゃない、私が。本場の関西弁を一回伝授してもらってからじゃないと私ちょっとできないわ。マジほんまに悔しい。ほんま勝てると思ってたのに。まあ、でもやっぱモエピは最強やってことやんな。これです。分かりました、任せてください。いやほんまに悔しいわ、絶対負けへんと思ったのに。まあ、でもライブをやったらやっぱりフォトメイデンが一番やなって確信しましたわ。ちょい待て待て、大正解、ありがとうございます。じゃあ最後にアニちゃんがあの可愛い感じで関西弁で締めてくれたらいいなと思います。いや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 、3、2、1、ね、頑張りますわ。ちょっと全然関西弁がわからない。どうした今度ね、私も参戦して戦いたいな思いますんで、その時は負けないでボコボコに浸りたいと思います。ほぼ関東の方ですね、これ。関西に入ってたのま2割ぐらいです。難しいよ。難しい。今度一緒にやりましょうね、そしたら。そうですね。関西弁講座を今度一緒にやりましょう。はい。